はい、こんにちは、りょうずでございます。本日はカメラ雑談ですね。今日はですね、絞りのことをちょっとお話ししようかなと思います。しかもですね、絞り解放、解放ので撮った写真、解放で撮ることに限定してお話をしたいと思います。はい、今日はですね、あんまりこう技術的なお話はあんましませんけど、まあここではね、解放というか、絞りですね、絞りのお話、細かいね、内容はね、お話しなくてもまあ大丈夫だかなと思います。基本的には露出の調整と、ボケ量ですね、どれぐらいぼかしたいのかっていうのの調整というふうにまあ思っていただければ、まあ大体いいでしょうと。それでですね、こう、初心者、カメラ買ったばっかりの方がですね、大口径単焦点、まあ大体ですね、マキエレンズで言えば F1.8 みたいな、レンズを手に入れると、最初に落ちる病気がですね、こう、開放でばかり写真を撮りまくると、開放写真撮り病ですね、に、落ちることがよくあると思います。で、その後ですね、大体こう、中級者だったり上級者の方から、開放でばっかり撮っちゃダメだよ、みたいなことをね、言われることがあると思うんですよ。で、この内容はですね、こうその例えば中級者上級者って方が、技術的なことだったりだとかスペックだったりだとか、そういう、まあ、あと情報だったりだとかそういったものをですねよく理解している方がねそういうことをおっしゃられると思うんですよね。でなぜかというと、絞りをですね少し閉じた方がレンズというのは性能が上がってくると解像度を増すとでそういう情報を知っている方が、そういうことをおっしゃられると思うんですけどなかなかですねそのこの辺の解説までちゃんとした上で教えてくれる方って少ないと思うんですよ。なのでいきなりこう開放ばっかじゃダメだよちゃんと絞りのコントロールをすることでボケ量だったりっていうのをね教えてくれる方ってあんまりいないんですよね。で今回一番言いたいのはこうそのね理論的なところが正しくても、一番僕が大事だと思ってるのは写真自体にどんな意味合いを込めて写真を撮ってるのか自分の意思はどこにあるのかということだと思うので、あんまりね影響されすぎて欲しくないなというのはあるんですね。もちろんそのちゃんとした解説をしていただいてこう解像度が上がるんだよとかボケのコントロールをしなきゃいけないんだよっていうのをちゃんと説明してくれる人はいいと思うんですけどなかなかねそこの説明をせずにこう頭ごなしにダメっていう人も結構いたりするんでそこの部分をですねこう自分の意思をどこに介在させてどういうふうに、取っていくかということをですね意識していただきたいなと思って、今日はそういうお話をさせていただいております。はい、僕はですね、開放で写真撮るのね大好きなんですよ。多分僕が、動画上がりのねカメラマンだっていうところも大きいと思うんですけど結構ね開放でよく写真撮るんですね。で開放で写真撮る意味合いっていうのはボケ写真を撮りたいっていうのがやっぱりメインに僕はなっていてこれがなんでかっていうとですねこう今時こうパンフォーカスと呼ばれるある程度被写界深度の深いこうピントが合う幅が広い写真はですね今こうスマホがあまりにも進化しすぎてですね例えばパンフォーカスの写真であれば、まあ、昼間ですよ光が十分あるという前提のお話ですけどもの場合はね写真をねスマホで撮っても一眼系のいいカメラで撮ってもね画質的なレベルでそこまで大きな差にならないと僕は思ってるんですね。まあ、細かいことを言ったらすごい文句が出るね、違う意見が出るような意見かもしれないんですけどでもやっぱりさわざわざこうでかいカメラをこう持ち歩くっていうことを考えるとせっかくだったらそのカメラでしか撮れない写真っていうのをね楽しんでいただきたいんですよ。僕は絶対にねそっちの方が楽しいと僕は思っていてなので僕は、まあ状況によるもよる被写体によるっていうのは当然なことなんですけど結構ね開放で写真撮るの好きなんですよ。なのでね、こう、特にこう、初めて単焦点のそういったレンズを手に入れた方は、もうね、バンバン開放で撮ってほしいんですよ。もう絞りのね、コントロールはね、後になったら覚えられるんですよね。開放がどんなものなのかっていう、その楽しみをですね、こう、染み込ませるような作業をですね、ぜひともしていただきたい。そうするとね、楽しいと思うんですよ。写真を撮るのが楽しくなれば、もう必然的にどんどん、技術的なことだったりとか、そういったものはねカメラの扱いっていうことに関してはどんどん勝手に覚えていくと思うので最初はですねそこの、楽しさを見つけるという意味合いで、開放で僕はそうですね一本単焦点を手に入れたらその焦点距離で、まあ、開放でね1万枚ぐらい撮ると楽しいですよ。僕は毎回撮ってる気がしますね。そういうのをねちょっとお勧めしたいなと思っておる次第でございます。
はい、今日はですね、絞り解放にピン思いっきり絞ってですねお話をさせていただきました。まあ一番大事なことは最終的に自分がどんな写真を撮りたいのか、そこにどんな意思を介在させた作品を作りたいのかだと僕は思ってますんで、上級者中級者の方はですねいろいろ細かい説明もしてあげた上でのアドバイスをしてあげてほしいし、まだあまり細かいことがわからない理由という方はですね、自分がどんな写真を撮りたいのか、そういうところをですねピンポイントに心の中に留めながらですね写真動画、楽しんでいただきたいなと思います。本日はですね、絞り解放についてを細かくお話をさせていただきました。ちょっと技術的な話じゃなかったんでね、申し訳ないですけども、まあ、あくまでカメラ雑談はいつも通りカメラ雑談ということで、楽しんでいただければ幸いでございます。リョウズでした。またお会いしましょう。それでは。